さあそれでは全日本 SB 選手権第3戦、見事初優勝となりました佐々木大樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。得意の富士でというところですけれども、2014年以来の富士での優勝になりました。どんなレースだったでしょうか。そうですね、昨日から調子が良くて、で、まあ、後半のペースには自信があったので、まあ、3番手スタートからでも勝てる可能性はあるだろうと。で、まあ、レース展開的にも最初ちょっと恵まれて、まあ、坪井選手とヤン選手がやり合ってくれたおかげで、まあ、坪井選手を簡単にオーバーテイクすることができて、まあ、そこから本当にヤン選手とのデッドヒートになったんですけど、まあ、最後後半、まあ、勝負どころでしっかり前に出ることができて、まあ、最後抜かれることなくチェッカーまで行けたので、とてもいいレースできたかなと思います。まあ、チームメイトとの、まあ、優勝争いというところで、彼の強み弱み分かっている中での戦いだったのかなという気もしますけど、いかがだったでしょう。まあ、本当に、まあ、お互いに尊敬してるし、まあ、チームメイトなので、まあ、本当に速さ、純粋に速さを勝負してて、まあ、最終的に、まあ、バトルにはなったけど、まあ、フェアにレースできて、まあ、2人でワンツー取ることができて、まあ、とても嬉しく思います。まあ、残念ながら今季は第2大会までの参戦というふうに伺ってますので、明日が最終戦ということになるかもしれませんけれども、明日はもう一戦、いいところに行けそうでしょうか。そうですね、まあ、一番前からスタートできるので、ポールポジションから、まあ、今日のような速さを発揮して、まあ、難しい展開ではなく、明日はもうぶっちぎりのレースができるように、チームともいろいろミーティングして、さらに速さを磨けるように頑張りたいと思います。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。